モンドへようこそ。
星と深淵。Thank you.
前はどこまで話したっけ。ああそうだ、珍しいやつほど価値が高いって話をしたっすね。君たち知ってる？最近流災の影響でモンドの果物収穫量が減ってるってこと。そのせいでモンド産のお酒が高騰してるんすよ。流災のことなら知ってるな。そっすか。じゃあ頭がいい君にはなんで俺が鎮火と日用品を交換するかお分かりっすよね。モ
すぐ世界が滅びるからか。短し恋せよ乙女。ないでください、お嬢様。リーユエを出たら。でも
生物錬金の研究にやっと進展が。稽古に行くのか？
星と神、無事今日の
くべきだ。我が命を引き立つ暴飲偏見。Yeah.
動くべきだ。精神と共にある。おとなしく捕まれ。
やみつきにならない。ちょっとビリビリさせない。うがちなさい。風と共に去れ。
逃がさないわよ。うがちなさい。動くな。ああ
共に去れ。私は精神と共にあれ。
消えるんだ。Thank you.
必ずあなたをお守りします。
Thank you.
消えるんだ。
の重さは安心できます。話したっすかね。もし世界が本当に滅びるっていうなら、お前はどこからその情報を手に入れたんだ？ああ、それも商人に必要な力の一つっす。状況把握やら度胸やらの他にも人脈っつうのが大事になってくるんすよ。んで、その人脈で俺はいくつか機密情報を手に入れたっす。この情報っつうのがリーウェ商人の権威
七星から聞いたものってわけ。このクレヨンはとても重要なんだ。どうした、護衛が必要か。
と。時間を無駄にしちゃいけないわ。
来れるかな。
星と深淵、無事今日の依頼を達成し、
ら私も得意だよ。どう？私の腕を見たくない？それとも狩りで試合をする？飛行チャンピオンとしての経験則を教えてあげるよ。一番大切なものはね、勇気を持つことだよ。実は謎解きって得意じゃないの。バドル同祭で謎解きの屋台を見つけても近づかないの。あんたはどう？私はおじいちゃんのために騎士団に入って、ジンさんのために団に残っているの。そして今はあんたが私にモンド以外の空を見せてくれた。とっても嬉しいよ。このスピード